サスケはお前を見ようとはしていない。自ら闇を求めている。ゴミのような死と永久に続く憎しみと言えない痛み、それが戦争だ。ナルト、お前がこれから立ち向かうことになってくるものだ。結局のところ、忍びとはその憎しみとの戦いなんだ。どの忍びも憎しみと戦っている。だがいつかは人が本当の意味で理解し合える時代が来るとわしは信じとる。俺はお前を信じてる。今のサスケは憎しみに囚われちまってる。憎しみ、いろんなもんをむちゃくちゃにしちまう。エロ仙人や父ちゃんはその憎しみをどうにかする未来を俺に託した。俺にはまだサスケを助ける方法はわからねえけど、サスケと戦うことは、サスケのことを分かってやれるのはこの俺しかいねえってのは分かる。ナルト、それにお前と拳を合わせることで答えが見つかる。そう感じるんだ。だから俺が今できることは、サスケ、この一戦で俺は答えを見つけ出す。お、仲間一人救えねえ奴が火影になんてなれるかよ。お、もう少しで分かる気がするんだ何が分かる、お前の敗北が。任務開始。ナルト、お前が重荷を背負う必要はない。重荷を背負う気はねえ。俺は答えが知りたいだけだ。答え。ああ、この一戦で分かる。ナルト、私は、ここは俺に任せてくれ、サクラちゃん。本当は、私たちに、もう覚悟を固めてる。高火球の術使い。お前の憎しみは俺が受け止めてやる。俺はキュービのせいで里のみんなに嫌われて、俺も昔は里を恨んでいた。復讐してやろうとも思った。一歩間違えばお前と同じことを考えたかもしれねえ。お前に何が分かる。お前に俺の何が分かる。サスケ、お前もこの俺の復讐の対象だ。誰とも繋がりなんてないと思ってた。俺だっていつもお前が一人なのは知ってた。同じような奴がいるって安心した。何でもできるお前が羨ましくて、俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何もなかった俺も繋がりが持てた。第七班で任務をやってよ。お前みたいに強くかっこよくなりたくて、ずっとお前の後を追いかけてた。俺はお前と会えて本当に良かった。
俺の取るべき道がわかる気がする。お前の憎しみは俺が受け止めてやる。つながりはもう断ち切った。親友すらするのはやめろ。お前の憎しみは俺が受け止めてやる。俺はお前とのつながりを守るってばよ。何度でも受け止めてやる。てめえの全てを否定してやる。もしかしたらサスケ、お前と俺が逆だったかもしれねえ。だからなるぞ。はっきりした。はっきりした？一体何のことだ？帰って休めと言ったはずだが。まだな。キュービか。こいつらとはちゃんとした場を設けてやる。今は引くぞ。サスケ。行くぞ。待て。うん？サスケ。さっきの一戦。あれでお前も分かっただろ。お前と俺が戦えば、二人とも、死ぬ。お前が木の葉に攻めてくれや、俺はお前と戦わなきゃならねえ。憎しみはそれまで取っとけ。そりゃ全部俺にぶつけろ。お前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ。その役目は俺にしかできねえ。俺もお前の憎しみを背負って一緒に死んでやる。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。お前と分かり合うには一筋縄じゃいかねえって初めて会った時から分かってた。そういやよ、拳で分かり合うのがお前とのやり方なのは間違いねえよな。俺はまだ諦めてねえ。俺は変わりはしねえ。お前と分かり合う気もねえ。
死ぬ気もねえ。死ぬのはお前だ。もういい、ナルト。サスケは俺がやる。お前には火影になるって大切な夢がある。サスケの道連れで、お前が潰れることは。仲間一人救えねえ奴が、火影になんてなれるかよ。サスケとは、俺がやる。ナルト。いいだろう。お前を一番に潰してやる。俺ってば、まだお前にちゃんと認めてもらってねえからよ。話は済んだようだな。行くぞ、サスケ。まだな。後で話が。いつでも来い、サスケ。ナルト。減ったってばよ。ほらよ。なんでだよ。なんでお前が俺なんかを。死ぬかよ。体が勝手に動いちまったんだよ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。お前たちとのつながりはすでに断ち切った。いいだろう。お前を一番に潰してやる。サスケ、俺は。どうしたのよ、こんなとこに一人で。さくらちゃん。隣、いい？ナルト、ありがとね。え？あんたが、サスケ君を前にしても、希望を捨てないでいてくれた。あんたのおかげで、私はまだ、第七班みんなで笑い合える先を。だから、ありがとう。私、信じてるから。きっとまた、第七班で。俺はお前を信じてる。ああ。いつかまた、サスケと一緒に歩くってばよ。うん。必ず。友がために。渦巻きナルトの意志は何も変わらず、友を思い絆を追う。
いかに時が経とうとも、その意は、微塵も揺らぐことなく。ただ、ひたすらに前を見据え、そしていつもと同じく。少年は笑う。優しく、ただ優しく、風が空に舞った。その先にある道に向けて、渦巻きナルトの歩みは、ここより加速する。